ジム・ケリー・ジェームス・ミルトン・ケリーは、アメリカ合衆国ケンタッキー州ーバーボン軍出身の、俳優、カラテア。日本では、モエオ・ドラゴンの、アフロヘアーのカラテア役で知られる。ケンタッキー州ーバーボンで生まれ、カリフォルニア州サンディエゴで育つ。幼少の頃から高い運動能力を持っていた。彼は高校に入学すると、フットボールをはじめ、代表チームの一員に選ばれる。 その頃両親が離婚し、彼がスポーツに熱中することを良しとしなかった父親と、離れ母親側につき、バーボンからサンディエゴへスポーツのために通う日々を送る。陸上競技とフットボールの小学生として、ケンタッキー州ルイビル大学に入学、現地にて、カラテへのパーカーシェルトンの下で、松林流カラテを始める。NFL のスカウトも来ていたが卒業後は俳優を、 目指して、ロサンゼルスに移住する。そこでさらなる空手の鍛錬のため、ジョールイスを訪ねるが、多忙であるとして、ゴードン・ドーバ・ソラとブルース・リーを紹介される。リーの道場は、チャイナタウンの奥深くにあり、道に迷ってたどり着けなかったケリーは、ドーバ・ソラの道場に入門することになる。小等館空手西海岸選手権、フォーシーズン、リマラマ、ゴールデンウエストなど、 ローカル大会で続けて優勝し、1971年にはロングビーチで行われた国際空手選手権のミドル級で優勝している。これでなおなしたケリーは自身の道場を開設、その活動中にヒューロバートソンと出会い、ロバートソン監督作品、残酷浴場軍団のテクニカルアドバイザーを務め、また念願の出演も果たす。その後、萌えよドラゴンに、 ウィリアムス役で出演。この役は当初ロックにいたーキントンという俳優が決まっていたが何らかの理由で降板。ボブ・ウォールがケリーを推薦し、出演が決まった。萌えよドラゴンの大ヒットによりカラテスターとして、ブレイク、ワーナーと3本の主演契約を結ぶ。俳優としての活躍に意欲をなくした後は、1975年にプロのテニス選手に転向し、 カリフォルニア州のダブルスの男子シニアでランキング2位、シングルスでもカリフォルニア州の男子シニアのトップ10にランキング入りする。また、UFC が始まる以前から、グレーシー一族の下でブラジリアン柔術の稽古も開始しており、現在のように総合格闘技が流星を迎える。以前から武道には打撃と組み技の要素が必要であると説いていた。1980年代以降は、 ハリウッドでは白人アクションスターが主流となり俳優としての活動実績はほとんどなかったという2013年6月29日カリフォルニア州サンディエゴの指定にてガンのために亡くなった67歳ボーツありがとうございます